バラード第4番へ単調作品52はフレデリック・ショパンが作曲した4曲のバラード中最後に作曲されたもの。彼の作曲技法が尽くされている。ショパンの作品の中でも特に演奏困難とされる作品の一つであり、彼のピアノ作品の中でも傑作の一つとして数えられる。ショパンの弟子であったシャーロット・ドロス・チャイルド夫人に検定されている。 作曲は1842年。この時期のショパンは、夏は、ノアンのジョルジュ・サンドの成果で過ごす生活を続けており、サンドとの関係も良好で、演熟期の作品を数多く生み出していた。この曲が作曲された年は、幼少期の恩師ジブニーやワルシャー時代の親友、マトゥシンスキが他界するなどの不幸があったが、作曲の方面では、英雄ポロネーズ作品53。 スケルツォ第4番作品54などの大規模な傑作を生み出し、創作面では絶頂期を迎えた。この年以降、彼の作品数は減少の傾向を見せるようになる。バラード第4番の冒頭部分へ、単調、曲は、競争風ソナタ形式、変奏曲形式、ロンド形式を組み合わせた構成である。晩年のショパンに、特有の、同じ指を、 国権から発見へと滑らす技法が随所に用いられている。曲は波長調の助走で、ゆっくりと穏やかに開始し、終始和音が主張の続和音となっている。第一主題は助走と同様にアンダンテで二度奏される。それぞれに同じ動機が二度繰り返され、後の再現部に向けた布石となっている。続く編と長調の経過的なメロディーは、 1> 第1主題動機の後半部の影であり、定時部の延長となっている。3度目に現れる第1主題では後半ダイナミックな展開を見せた後、静寂に戻って第2主題に続く。第2主題は和音主題のコラール風に静かにゆっくりと奏される。この主題の後、都端調の計画と軽やかな展開を経た後、助走の旋律が異調長で奏され、 カデンツァを挟んで第一主題が二単調で再現する。第一主題はカノン風に変装され、調を変えながら二回動機がそうされて主張に戻る。続いて第一主題が不揃いな連符の速い動きで変装された後、第二主題が変二長調で再現する。再現部では、第二主題は低音部の上昇音階を用いてダイナミックに変貌している。スタッカートで連続する和音が、 ストレットでそうされ、曲がクライマックスに達した後、動きは一旦止まる。コラール風の早朝な和音が5回奏でられ、最後の和音がそのままコーダへ覗く和音となっている。コーダは主張の平坦調で、終始ホルテで急速にそうされ、右手に半音外三度を中心とする高度な演奏技巧を要する。最後はユニゾンで加工した後4つの和音の強打で、 曲を締めくくる。最後の4つの和音のうちの2番目の和音は、主音の2度上の音をルートとした、ディミニッシュ3和音に、タンナなどの音を付加したもので、ショパンが生涯好んだ和音である。ありがとうございます。